おはようございます。クワでございます。本日はですね、ラオス2日目でございます。実はですね、昨日ナイトマーケットに行ってベッドに潜り込んですぐ寝てしまったので、ぶっちゃけ何もできておらずで、本当に何もできてない感じです。で、本日はですね、飛行機に乗ってルアンナムタというですね、ラオスのさらに田舎に1時間ぐらいかな、飛行機フライトが1時間ぐらいなので、そこに、向かいたいと思います。で、もともとですね12時半ぐらいの、飛行機だった予定だったんですけども、ちょっとですね、なんかもう日本の出発前から、1時間半ぐらいもうディレイすると、遅れるという連絡があったんで、ちょっと余裕があるのでね、ゆっくりあの朝ごはんを食べて、ホテルチェックアウトして、でもう空港に向かっちゃおうかなと思っております。とりあえずね、まあ、本当にもう疲れてそのまま寝ちゃったので、シャワーを浴びてすっきりして空港の方にね向かっていきたいと思います。まあ、まずはシャワー浴びて朝ごはん食べて、そこから空港の方に向かっていきたいと思います。では本日も行ってみよう。はい、というわけでですね、今、シャワーをサクッと浴び終えて、もろもろ着替えも終えて、完全に綺麗な状態でございます。で、ここからですね、朝ごはんをですね食べに、レストランの下のレストランの方に行きたいと思います。実はですね、朝ごはんが10時とか言ってたような気がして、今9時35分40分なのでちょっと焦っておりますが、サクッと行ってね、サクッと食べて、サクッと戻ってきて、サクッと準備して、サクッと空港に向かいたいと思います。朝ごはんに来たんですが、あんまり何もないので、お役です。あとヌードルを食べました。そして昨日の夜ですね、ホテル着いた時に出てきたんですけど、レモンジュースですね、これが結構美味しかったので今日の朝も飲みます。チャイニーズヌードルも追加されていたので、取ってみました。ナッツの匂いがします。はい、というわけでですね、朝ごはんをサクッと食べ終わってきました。まあ別にね、そんなにまずいとかじゃなくて、なんなら日本食には近くないけど、中華かな、中華にはちょっと近いような気がして、まあ日本人にはね、味合うんじゃないかなと思っております。で、今、11時半ぐらいなので、12時にはねチェックアウトをして、空港の方に、ね、タクシー呼んでもらって空港の方に向かいたいと思います。すでにね、先ほども言った通り飛行機が遅れていたりするので、いい感じに着けるといいんですけど、ちょっと心配です。帰りの飛行機もね、すでに遅れてるとかいう情報が出てたりもするので、ちょっと心配なんですけども、無事ちゃんと行って帰れることを祈って、旅をしたいと思います。では、チェックアウトです。はい、というわけでですね、ちょっと早いんですけど、2時10分の飛行機なんですけど、12時ぐらいに、ドメスティックの、ね、出発に来ました。もうチェックインしちゃって中に入っていきたいと思います。かなりね、暑いっす。特に何もやることがないので、あと1時間ぐらいあるんですけど、まあ、もうちょっと出発ゲートの前にね行っちゃおうかなと思ってます。多分きっとなんかあるでしょう、上にも。なんか空港内すごい閑散としてて、特に何もないので、もうね出発ゲートの方に行っちゃうと思います。これインターナショナルのあれも乗ってるんですけど、ラオエアライン、あ、14時10分のルアンナムタ乗っちゃいます。制限エリア内に入ってきました。マジで何もないパターンのやつです。きっとなんかあるでしょう、上にも。ただゲートが2つだけですね。今ですね、13時40分過ぎて、2時10分の出発で1時40分の、ボディング時間なんですけども、ボディング時間もですね10分ぐらい過ぎても何の案内もないです。どうなるんでしょうか。ゲートに表示もされてないんだよな。突然ゲートが変更になって何のアナウンスもなかったんですけど、無事、飛行機の中に乗れそうです。そしてですね、ちっちゃい飛行機方式です。これで約50分ぐらいですね。
ですね、ラオスのウランナムタ空港に着きました。例によってかなりちっちゃい空港ですね。荷物が運ばれてるのも分かります。なんでね、今とりあえず32度ぐらいあるらしくて結構暑いんですけど、荷物をとりあえずねピックアップしてホテルに向かいたいと思います。というわけで人生初のトゥクルでございます。ホテルまで連れてってくれるみたいです。はい、というわけでですね、今回泊まるホテルアマンダなんちゃらに来ました。テイクフユーシューズ。ここに来てですね、誰もいないという事態が発覚しております。今、指輪を鳴らしてみました。はい、というわけでですね、ウランナムターの、ホテルに着きました。チェックイン済ませてね、ホテルに入ってきたんですけど、まあ1日目と比べちゃうとだいぶね劣る感じはするんですが、まあそんなにね汚くもないんでよしとしましょう。よしでしょう。まあセーフでしょう。はい、というわけでですね、ルアナムターのホテルに到着してですね、一旦荷物を置いて、っていう感じなんですけども、今回ですね民族に会うためにこちらに来ておりますので、そんなにホテルに値段はかけてないで、3日間で7000円ぐらいですね。で今ねですね、ホテルの人がこの民族に会いたいんだけどっていうふうに言ったら、まあ、相方とか、行き方とかどこで会えるよっていうのを調べてくれていて、街って感じでございます。とりあえずお腹も減ったんでね、ご飯を探す旅に、出てみたいかなと思っております。田舎に行ってみよう。はい、というわけでですね、ホテルで一旦落ち着いてですね、ガイドを探しにですね、外に出てみました。この後夜ご飯もサクッと食べて部屋に戻りたいなとは思ってるんですけどね、まずねガイドがいないことにはですね少数民族には会えないので、ちょっとそこでねガイドがどうにいるのか探したいと思います。なんかちょっと埃っぽいんだよな。ちょっとツアーガイドをやってくれって言ったらいいよって言ってくれたんで、明日の10時にまたここに来ればいいっていう話が分かったんで、とりあえずですねガイドはなんとかなりそうです。なんかツアー会社にいるお兄さんにツアーガイドやってよって言ったらやってくれました。で明日は、モーターサイクル、バイクを使ってですね、40分ぐらいバーッと未舗装のロードをとりあえずお兄さんの後ろで駆け巡るという謎の展開になる予定でございます。で明後日の予定は何にも決めてないんでね、民族が取れれば明後日は自然をね体験できるものに行ってみようかなと思っております。朝ごはんしか食べてないので、なんかクラシックバーみたいなのが あるって Google マップに書いてあったので、そこに行ってねちょっとビール飲みつつご飯を食べていこうかなと思います。はい、というわけでですね、街にあるパーフェクトミール、完璧なご飯というお店に入ってみました。中華系のお店で結構内面も悪くないかなと思います。まあ多分ね夜ご飯食べるのが遅いんだと思う、俺が早いんだと思うんだけど、街に全然夜ご飯のところに人がいなくて、でそこら辺の商店でとりあえず時間を潰していって、ビールとか適当に買っちゃったんで、これをお店で飲んでいいかって言ったら飲んでいいって言ったので飲みます。ラオスのビールです。こっちが大元分だった。はい、というわけで料理が届きました。麻婆豆腐ですねとビールでございます。朝しか食べてないんでお腹ペコペコでございます。というわけで早速いただきます。普通に美味しいです。山椒が効いてます。
というわけでですね、夜ご飯を食べ終わってきました。ビールが進むって感じの味だったんですけど、なんか店の感じが雰囲気もね良かったんでね、ルアンナムタに来た時にはぜひ行ってみてはいかがでしょうか。パーフェクトミールっていうお店ですね。なかなかのルアンナムタに来る機会もないとは思いますが、まあ行った際はねぜひおすすめです。ここからですね、ホテルに戻ってゆっくりして、今日はですねシャワー浴びて終わりにしたいかなと思っております。ではホテルに戻ります。